なんて天気がいいのだろうか。おはみん、お布団生まれお布団育ち、かみんちゃんですや。ということで今回はお茶の水にやってまいりました。なぜお茶の水かって特に理由はない。降りたことのない駅にランダムで降りてみる。そう、かみんちゃんのぶらり街歩きシリーズ第1回目の放送です。こんなに日差しが強いというのになぜ厚手のカーディガンを着てきたのか、早速過ちを犯している。行き当たりばったり 100% のぶらり散歩。早速可愛いお店を発見。こちらは画材屋さんのようですね。店内撮影してもいいですか？が言えないコミュ障なのでひとまず素通りいたしましょう。どうやら神田明神という有名な神社があるそうなのでそちらへレッツゴー。こちらの大きな橋、非常にのどかな休日の風景、最高である。ちなみに先日自撮り棒を入手いたしましたので少し遠目からの撮影だって楽々ちん。こちら側は並木道、非常にいい風景。先ほどの橋は聖橋というようですね。そして到着、こちらが神田明神、圧倒的神初上陸でございます。イエーイ。門をくぐると立派な本殿と広大な境内。どうやら縁結びの神社だとか。お参りを終えたので敷地内にある文化交流館を見てみることに。中には和風の小物がたくさん。仮眠は歴史の知識が小学生よりも低レベルなためこちらの古事記のすごろくで勉強し直すべきだろうか。明神プリンうまそう。腹ヘリングすぎて正直死にかけていたが、こちらにカフェがあったので本日のランチはこちらでいただくことに。メニューには各種定食類がずらあり。スイーツとお抹茶。このポーク神社つな神社と神社で神。さて大変悩むところですが、仮眠師ただいまダイエット中。ここはカロリーの低そうなものを選びましょう。はいどーん、カツカレーでございます。なんて美味しそうなんでしょうか。お味噌汁からして幸せな味。カレーは思ったよりサラッとしているのにもかかわらずコクのある味わい。とてもさっぱりしているためこれはゼロカロリー。こちらは仮眠の大好きな福神漬け。仮眠はメインよりもこういった付け合わせのものを好む傾向にあります。ちなみにラッキョウはあまり好きではないけれど出されたものは食べるのが仮眠流。え、このラッキョウうまいの顔でございます。ここ最近食べ過ぎて胃の膨れた仮眠にとってカツカレーは飲み物だったようでございます。いっぱい食べる君が好きだけど太ったら冷める言うて。お腹も満たされたところで次の場所へレッツゴー。やっぱりこの橋なんだかとっても素敵な雰囲気。考えてみれば仮眠も半年前はあのようなビルで働く会社の一員だったわけですが、人生何があるかわからないものです。さてあえて大通りを避けて歩いてみましたが、とても静かな街並み。お茶の水悪くない。この辺りは特に何もなかったので仮眠の横を歩くショットでもお楽しみくださいませ。なんか神社だね。神社しかないのです。ちょっくら文明の危機、グーグル先生に頼ってみると気になるカフェを発見。それがこちら、コセトコーヒー店。いかにも老舗を思わせるこちらの喫茶店は、ご老人には厳しそうな階段を登った先が入り口。ほぼ満席に近いような繁盛ぶり。カウンター奥の壁には驚く数のコーヒーカップ。可愛らしいスイーツたちと軽食。またこだわりのコーヒーたちが揃っているようです。仮眠の狙いはただ一つ、オリジナルシュークリーム。注文を終え待っていると店主から一声。カップはどちらになさいますか？なんとびっくり、このあまたあるカップの中から好きなものを選ばせてくれるというのだ。心躍るサービス。あいにく目の悪い仮眠、よく見えなかったがこちらのカップをチョイス。仮眠の注文したコーヒーは苦味の強いものであったが香りがあってとっても美味。ミルクと砂糖を足すとマイルド感が増していとおかし。しばらくして念願のシュークリームが登場。猫が狙っている。気になるお味のほどはピピミ。サクサクでとても柔らかいシューに程よい甘さのクリーム。軽やかな味わいすぎてこれはゼロカロリー。しばらくフォークで戦ったが手づかみスタイルが最適であると気づく。あっという間に完食。コーヒーを楽しんでいると隣の席のインテリ系のお兄さんが、私と同じシュークリーム、私が選んだカップの隣のカップを選んでいるではないか。これはもしや運命。こういうのがきっかけで始まる恋もあるのかもしれない。ところでこのカップの言われを知りたいがコミュ障すぎて聞けない。200種類以上あるカップを眺めながら恋人とどれが好みなんて会話を繰り広げるデートもまたいいだろう。これは妄想である。にしてもこの数のコレクション、先日のような大きな地震で全て壊れてしまった際にはどれだけの喪失感だろうか。この前の地震の際は大丈夫だったのか気になるが聞けない。私に足りないのはコミュ力である。ユノを連れて歩きたい。さて、随分ゆっくりしたことだし、パラパラ漫画を楽しんで次の場所へ向かいましょう。随分大きな建物だなぁと思っていたら、私の行きたかった明治大学ではないか。高校受験の時、校舎の綺麗な明大明治を目指していた仮眠。しかしそこに落ちたことで、私は軽音楽部の強い高校に入り、歌を心得た。人生は全てに意味があるということだろうか。向かいに素敵なハンバーガー屋さんが見えるが、さすがにハンバーガーは胃に入らないので、こちらのコーヒー店を覗き見。店内は小さいながらいろんなコーヒーがずらり。家で待つ母上にお土産の一つでも買っていこうではありません。お店の方が親切にパンフレットをくれました。私はなんとなく名前に惹かれてプレミアムショコラをチョイス。商店街を歩いているとなんだかとってもレトロなお店を発見。あら、とっても可愛いレトロコーデ。小さな店内には思わず手に取りたくなるような昭和の小物が盛りだくさん。トンナンシャーペーバッグめっちゃ可愛い。こちらには卑猥な本が勢揃い。
なんでだろう。こちらのお店を出てしばらくするとまたひときわ目立つお店が。店内には一昔前のレコードや海外の本がずらり。レトログッズが好きな方にはおすすめの街なのかもしれませんね。考えてみればやたらと書店が多い。どれだけ本読むんだお茶の水。そんなこんなであっという間に日が暮れてまいりました。どこの街でも私たちを温かく迎えてくれるのはそう、いつだってマクドナルド。仮眠はこのぶらり旅で店内撮影してもいいですか？が言えるようになりました。コミュ力というのは訓練次第で成長するのかもしれませんね。それではまた。おやすみ。母上、お土産。キゴマディープブルー。これ結構パンチ効いてんの。